セントシティは、福岡県北九州市小倉北区にある、複合型商業施設。JR 小倉駅前のビル、セントシティ北九州に入居し、地元企業が出資する北九州都心開発が、ジョーンズ・ラングラ・サールに委託する形で、管理運営を行っている。2021年4月に施設名称を、小倉駅前アイムから解消し、 オフィスフロアを含む複合施設としてリニューアルオープンした。本校ではかつて同ビルに入居していた百貨店、小倉タンコレットイズツやコレットについても記述する。小倉駅前アイムが入居するビルは1993年に株式会社小倉祖号が運営する小倉祖号として開業した。オープン時のキャッチフレーズは咲かせたい、クラシルネッサンス。 蘇号は当初1981年に小倉駅前に出店を計画し1969年に敷地の一部を取得しており後に京町三丁目再開発の各テナントとして小倉蘇号が設立された各フロアには地元地権者保有床が存在し地元地権者の店舗が混在していた黒崎蘇号と共に北九州市を代表する 百貨店として親しまれたが、2000年、親、会社、祖号の破綻に伴い、黒崎祖号と共に、同年12月25日に閉店した。小倉祖号閉店後も一部の地権者は引き続き店舗、営業継続、家賃、共益費の約30%減を提示して、祖号の営業再開を求めていた。祖号側は、小倉祖号の営業再開を目指して、 地元財界に協力を求め、会社構成法適用申請を提案したが、有志元の福岡銀行などが申請を拒否したため、破産手続きに移行し、営業再開を断念した。小倉総合の営業再開が実現しなかったため、後継テナントの誘致を目的として、地元企業の出資により、北九州都心開発を2001年4月に設立した。 しかし複雑な権利関係などがネックとなり、後継テナントの誘致が遅れた。その後、2002年3月に、室町一丁目地区第一種市街地再開発事業の四港区域内にあった小倉玉屋が、資金難からリバーオークへの入居を断念したことで、地元財界の働きかけにより小倉玉屋が、地下1階から4階までに仮入居し、営業を継続した。しかし、 改装も、ほとんど行わないまま入居したこともあって客足は伸びず、同年12月25日に、小倉玉屋は閉店した。小倉玉屋の仮営業中も大手百貨店の誘致交渉は継続して行われ、地権者らの要望を受けた、関在人が意向を打診した8社のうち、伊勢丹、高島屋、松坂屋、西部百貨店の4社が出店を検討すると回答していた。 小倉玉たや閉店後、地元財界が中心となって、伊豆津屋との関係が深い伊勢丹を誘致。伊勢丹7割、伊豆津屋3割の出資比率で新会社、株式会社国来伊勢丹を設立し、2004年2月10日に開業した。コーレットは、この時を開業日としていた。伊勢丹は、権利化の一括賃貸を出店の条件としていたが、地元地権者との交渉が難航し、 一時は、伊勢丹の出店は困難になったと報じられた。その後破産管在人の協力もあり、地権者保有床を北九州都心開発が沈借することで、ビルの権利を一本化し、国来世丹の出店が実現した。ビル名は所有権移転に伴い2003年4月8日に、国来総合ビルから、先都市北九州に改められ、国来勢丹は、地下1階の一部と、 地上1階から6階までに入居、残るフロアは北九州都心開発が運営するアイアイム専門店街となった。ところが、伊豆津屋との証券バッティングや郊外型、ショッピングセンターの相次ぐ出店などにより売り上げが伸び悩み、2007年12月25日に伊勢丹は小倉からの撤退を発表。同月、アイアイム専門店街のプロパティマネジメントは、 ジオ赤松に変更された。国内世ンは2008年3月25日に営業を終了したが、伊豆津屋が伊勢丹保有の国内世ン株式を美貌価格の一株一円で買収し、閉店とはせず休業の扱いとした。国内世ンの営業終了後、6日間の休業期間中に改装工事を行い、4月1日に社名を株式会社、 これと伊豆津屋に改め、同盟の店舗として営業を再開した。再開にあたっては、商品券等の発行業務と、値幹部の企画立案業務を伊豆津屋本体に集約した。その後、船場町の伊豆津屋本店と駅前店舗の住み分けを図るため、2009年に両店舗間でのテナント移動を伴う大規模改装を行い、3月11日、店名を コレットに改めた。第一弾として、ロフト、無印良品が6階に入居。5月下旬にはザラが3階に、テナントとして入居した。井筒屋は、店休日を復活させたものの、コレットについては、駅前という立地を活かし、元日以外の完全営業を続けた。一方、アアイム専門店街では2009年6月、地権者で構成する。 セントシティ、北九州管理組合法人が、北九州都心開発に対し、組合の承諾を得ずにプロパティマネジメント会社を変更したことで、賃料収入を欠損し、テナントの倉庫賃料も組合に分配されていないなどとして約1億300万円の損害賠償を求めて訴した。同年、アイアイム専門店街は、アイアイムに変えた後、 2011年に再開消し、小倉駅前アイムとなった。2018年7月31日、井津屋が経営不振により、コレットを含む3店舗の閉鎖を発表し、コレットについては2019年2月28日をもって営業終了することとなった。後継の運営会社についてはすでに引き合いがあり、北九州市長は年内にも、 参入企業の方向性を出すよう建物を保有する北九州都心開発などと協議すると表明した。同年10月24日、コレット跡について北九州市長は中核規模の店舗が出店に意欲的な動きを見せていることを明かした。11月にはコレット内に入居するザラ、ロフト、無印良品、その他の中小店舗などのテナントについて、 小倉駅前アイムを運営する北九州都心開発が営業継続に向け交渉を開始すると日本経済新聞が報じた。同年12月、北九州都心開発はコレットの後継点について百貨店の誘致交渉は行わず、新たなテナントの誘致と運営を同ビル上層会の小倉駅前アイムを運営するジオ赤松に委託する方針を決めた。 12月28日、北九州都心開発は会見で、コレット閉店後も同店に入る、約150のテナントのうち40店が、暫定的に営業を継続し、秋フロアを改装した上で、翌年の2020年3月までに、全面開業を目指す方針を示した。コレットの閉店後、ビルを運営する北九州都心開発は1年かけて、 家電量販店や大型スポーツ用品店などの新規テナントを誘致し、2020年3月に全館を専門店ビルとしてリニューアルする方針を表明した。地下1階はコレットと同様に食料品店とし、テナント数はコレット時代の約150から約90に減らして各店舗の大型化を図り、他の商業施設と差別化を図るとしていた。その後、 北九州都心開発は2020年1月20日に記者会見を開き、改装計画の検討に時間を要したことなどから、全館開業予定を8ヶ月延期し、同年11月頃の開業を目指す方針を発表した。これと撤退後閉鎖していた、地下1階と4、5階は4月にリニューアル開業し、7階から9階はシェアオフィスや、 e スポーツ体験施設などに改装し段階的に稼働する予定としたが入居予定のテナント名は明かしていない。同年10月、施設運営の委託先がジンアカマツからジョーンズ・ラングラサールに変更され、全館リニューアル開業の時期は2021年3月頃に再延期となることを朝日新聞が報じた。新たに運営を受託する JLL は 同市の取材に対し、2020年内に事業計画を作成し、化粧品店や飲食店、体験型娯楽施設などを導入するとした。JLL による検討の結果、国内機周辺のオフィス需要が見込めるため7階から9階のフロアを商業施設からオフィスに転換し、2021年4月から施設名を セントシティに改めて複合ビルとしてリニューアルする方針を決定。商業施設外には4月以降、ユニクロの北九州市内最大店舗などが順次、開業する。地下1階から地上14階までの商業フロアと、平和通り側の独立店舗から構成されている。旧小倉総号は商業フロア前回に展開していたが、各フロアに、 地元地権者の店舗が混在していた。10階の UCC フードカフェから11.12階のレストラン街まで吹き抜け構造で、14階の展望回転レストランに、陳健一が経営する四川飯店がテナントとして入居していた。2004年に開店した、国来世丹及び後継店舗のコレットは、地下1階の一部と、地上1階から6階までに入居し、残るフロアは、 専門店街、小倉駅前アイムとなった。2019年のコレット閉店後は、全館が、小倉駅前アイムとなる。2021年4月に、小倉駅前アイムは、セントシティに改称し、7階の一部フロアと8階、9階は、オフィスフロアに転換する。小倉総合に関するカテゴリー。ありがとうございます。